情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもね来てるこのジャイアントビーフリーブね、お見せしますけれども、これねテリーブラックバーベキューって書いてあるでしょ。テキサスのですねオースティンという街にあるねバーベキュー屋さんでね、私去年オースティン2回行ってんですけど、オースティン2回行ってこのテリーブラック3回行ってますから大好きなんです。ここ美味しかった、本当テリーブラックの店長見てたら、また行きますからねオースティンね。今日はですね、またもやガース GJ ということで、福島原発のね処理水、今月中にですね海洋放出を決定という記事がありました。早速ですね東京新聞がねねじくれ曲がったヘッドラインをつけております。海洋放出を政府が決定、福島第一原発の汚染処理水とか書いてますよ。これ多分ミスリードだと思うんでね、ぜひファクトチェック団体の方これチェックお願いしますよ。当然これチェックされますよね。こういうなんか大手新聞の記事はファクトチェックしないってことになると、ファクトチェックって名乗れなくなっちゃうんで、団体の方気をつけてくださいね。僕もファクトチェック大好きで応援したいんですよ。何にもチェック受けないファクトチェックだったら、お前は神様かみたいな感じになって信用性がガタ落ちじゃないですか。だからファクトチェックをチェックさせていただいて、ファクトチェック活動を応援してるつもりなんですけど、なんかたびたびねこういう大物を逃してるとわざとやってんじゃねえかみたいな感じに言われちゃうと思うんで、ぜひね気をつけてくださいね。私心から忠告しますから、もうファクトチェックラブなんで、ファクトチェックチェック一生懸命これからもやっていきたいなと思います。ファクトチェックチェック関心の皆さんね、全国10万人と言われているこの関心の皆さん、ぜひねこの福島第一原発の汚染処理水っていうね、この東京新聞、それから毎日新聞もね同じヘッドラインやってるらしいんですけど、この2つねぜひですねチェックいただければと思います。この問題なんですが、一応ね事実を言っておきましょうか。汚染なんとかとか言ってね、汚染水とかいろいろ言ってますけど、これ要はトリチウム水ですよ。トリチウムが入ってるお水なんです。トリチウムは一応放射性の物質ですから、あんまりねこれがいっぱい入ってる濃度が濃いやつは良くないんですけど、ただこれ自然界にも実は存在している放射性物質でして、海水を大量に汲み上げると一定の割合で入っております。さらに言うとですね、全世界のね再処理施設とかですね、それから重水路ってやつかな、あの原子炉の種類でね、確か重水路だと思います。重水路とか、あとですね、まあちょっと事故を起こしちゃったようなところね、事故を起こしたとかまあそんな滅多にないんですけど、今これ全部の表見てるんですけど、特定の種類の原子炉とか、それから再処理施設から結構出るんですよ。全世界でこれ実はトリチウムはですね、太陽中とかそれから大気中に放出されていまして、年間どれぐらい出てるかっていうのもですね、実は政府の資料にまとめられております。これを見るとですね、大体どの国が毎年どれぐらい出してるってわかるんですけど、今回問題になってるですね福島の処理水、これのですね全放射線量は約ですね1000兆ベクレルというふうに言われています。なんかすごい単位ですよね。1000兆ベクレルのものを太陽に放出しなければいけないということで、1000兆ベクレルキャーってみんな言ってるんですけど、ここに一つの資料がございまして、例えばですねお隣の韓国産業通商資源部のですね2016年の原子力発電白書、こちらによるとですね、海洋放出だけで韓国は年間191兆ベクレル、約200兆ベクレルですね、毎年ですよ、年間ですよ、年間200兆ベクレルを捨ててます。海洋放出だけでね、大気中にほぼ同数196兆ベクレルを放出してるということで、年間約400兆ベクレル、年間ですよ、年間400兆ベクレルお隣の韓国が放出しております。だから1000兆ベクレルっていうと2年半分ぐらいですね、2年半分ぐらいで放出した量がこれからその福島から放出する量と同じと。でこれ2016年のアクションに出てることなんで、もうだからそれから4年経ってますので、この量をずっと放出し続けているのであれば、福島からこれから放出しようとする量のですね軽く倍までいかないですけれども、2倍近い量が放出されていたということです。このことに関してですね、東京新聞及びツチノコ新聞がね、汚染処理水が日本海に行って記事を書いたという記憶はあんまりないんですけど、書いてますかね、どうなんですかね。ちょっとこの辺は皆さんぜひ調べてファクトチェックしてみてほしいなと思うんですよね。日本から出すものは汚染丸々で、韓国から出すものはスルーですよ。処理水とも書いてない、もう何もなかったことになってるっていう、なんかちょっとこれおかしいんじゃないかなと。もしこの日本の処理水を汚染処理水と言って叩くんであれば、韓国から出てるものも叩かないといけないなというふうに思いました。ちなみにですね、イギリスのですねセラフィールド再処理施設から出ているですねこのトリチウム水なんですけれども、2015年の統計でですね液体排出だけで1540兆ベクレル、今回の福島にある分の 1.5 倍ぐらいですね、これが出てます。プラスですね大気中に84兆ベクレルということで、合計で1624兆ベクレルをですね2015年1年間で大西洋とかのエリアに放出したという記録もあります。これで何か問題があるかというとないんですよね。同じね韓国のですね産業通商資源部の白書によるとですね、ウォルソン原発ね、月の城って書いてウォルソンって読むんですけど、ウォルソン原子力発電所のフェンスのすぐ外側に住民が昨年受けた
と想定される線量が 0.0465 ミリシーベルトであり、一般の放射線限度1ミリシーベルトの約 4.46% とわずかである。放射線について世界最高機関である国際放射線防護委員会 ICRP が定める一般公衆の年間放射線限度が1ミリシーベルトであり、原発がなくても私たちが自然に受ける個人線量は 2.4 ミリシーベルト、あるいはそれ以上ということを考えてみれば、原発対応による住民が受ける影響はほとんどないということでですね、他ならぬ韓国政府自身がトリチウムの環境処分に伴う健康被害を懸念する必要はないと結論付けているという記事をですね、現代ビジネスね、去年の8月にですね、林智弘さんという方が寄稿されております。今の資料も全部この林さんの記事から引っ張ってきましたということなので、科学というかね、これまでのこの歴史をぜひ考えていただきたいんですが、イギリスでも今回の処理水の1000兆ベクレルの 1.5 倍近いトリチウム水、まあ処理してトリチウムが残った水といっても、じゃあトリチウム水リアめんどくせえから、トリチウム水を 1.5 倍ぐらい放出してます。2015年、イギリスで何が起こったかというと何にもありません。それから韓国は1年間に約400兆ベクレルを放出してます。1年間で、ということはこれ 2.5 年分で、だいたい今回の放出量と同じです。すでにもう日本海にもう放出されております。何か問題ありましたか？韓国の政府もですね、問題はないというふうに言ってるわけですから、韓国政府もダブルスタンダードダメだよ。自分とこで出すもの政府だったら日本だと同じじゃん。同じもんなんだからこんなね、ということなんですよ。で、他にもね、世界中でね、トリチウム水を放出してるとかありまして、記録的な量を放出したのはですね、このフランスのですね、アーグ再処理施設ですね、液体放出で1系3700兆ベクレルということで、今回の福島の排出量の約ですね13倍ぐらいですね、 13.7 倍の量を2015年に排出しております。気体排出でもね、78兆ベクレルということでね、出してます。液体の方がすごいですね、1系3700兆ベクレルということで、すごいですよね。これ1年間ですよ、2015年1年間でやったんですけど、あれから5年経ってフランスで何か起こりました、これに関して。これ起こったかどうかということをぜひね、東京新聞と毎日新聞はね、ファクトチェックしてもらわないと困るなぁというふうに思いますよね。ということで、これはまあ科学の世界の話ですので、これまで世界中でやってきて問題が起こってないと、同じやり方をして、日本はね、各種取り除いてさらに薄めてですね、通常の基準よりもだいぶ半分以下ぐらいに薄めたものを2年後から放出していくということになるらしいので、全世界でねやってね、特に問題が起こってないものっていうのは、どうして日本がやるときだけねそんな叩くのかって、これおかしいですよね。それ叩くんだったら、ただ根拠をちゃんと示していただかなきゃいけないですから、その根拠がファクトに基づいているのかってことをね、ぜひね、ファクトチェック団体をね、チェックしていただかないといけないかなと。そんなファクトチェック団体をね、チェックし続けていきたいということで、だんだん話が複雑になってきましたけれども、そういうことでございます。今回ね、菅総理大臣ね、科学が風評には負けてはいけないということで、よくご決断いただいたというふうに思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン入れておいてください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー